じゃああの時帰ってくればよかったって言うけど、あれで国際手配してる人捕まえられるんならば西谷さん訴えてないんでしょ、うん、ガーシーもあそこまで行っちゃった時って誰も注意したって聞かんでしょ、はい、だってそれまた何かで言い返すとうちのタレントとかやられたりすることになるんだって、うんうんうん、俺黙ってるしかないじゃん。明日からいないからちょっとやっとかないとダメかなぐらいで、別に、ね、あちょっと義務感もなくはない。なんかよく言われるんだもん、やってくださいよって、まあ、何が楽しいのか全く分かんないけど、まあまあね、喋ったら基本的に問題しかないじゃん。でも最近問題ないでしょ。いやいや、それはさ、問題がないっていうか、そう突っ込まれたら突っ込みどころはないわけないですよ、うん、まあそう、うん、まあいろいろね、まあ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 特にこれ、うん、こういう話さ、こういう話、こういう話、あこういう話ね、こういう話、これどうしますか、これどうしますかって書いてるじゃん。どうしますか、なんで G と J の話しちゃいますかって。別に話してもいいけど、何を話すの俺が。別に余計なこと言ったらダメじゃん今いろいろ、ね、どんな評論家法律家より松浦さんの見解に興味がありますか、ね、え何のどれの、いや橋色は別にもういろいろな見方があるんじゃないですか、うん、だってね、うん、こうなっちゃえばさ、じゃああの時帰ってくればよかったって言うけど、はいはいはい、まあそれもまた違うと思うし。あ違うと思いますか。いや違う、それは今となってはいいけど、あの時帰ってきたらどういう風になったかまた分かんないじゃん、うん、全部そんなの分かんないんですよ、うん、まあちゅうことですよ。名医全然話してないよ。え話す、何を聞きたいの。何、俺が何を知ってると思ったら何も知らないよ別に、うん、まあ訴える人がいるから捕まるんであって、そう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 、うん、そういう話じゃないですか単純に。 J の話って別に、うん、あんまふざけたこと言うと被害者がいるからって怒られるけど、うんうん、まあ、確かに被害者はいるよね、うんうん、まあでもね俺いろんな話聞くんだよ、その被害者かもしれない人から聞いた話とかさ、うんうんうん、あるけど、うん、言うことじゃないねここで。だって分かんないんだもん、うん、本当か嘘か、うん、俺の勝手な見解だったら言ったって別にいいけど、言えば言うほどこれ被害者がいる問題っていうのはそこに対して追及されるんだよ、うん、あんまり被害者がいないような話はね、うん、何言ってもいいんだけど、まあ、これは被害者寄りの話にされちゃうから、やめましょうやめましょう。だってじゃあつまんないんできっとみんな。いやけどつまんないけどさ、うん、まあね、でもそれはもう失礼しました。G とか J とか、ただエンタメを引っ張る松浦さんのお話を真面目に聞きたかっただけなのです。うん、わかります。被害者の方がいるかもしれない話ですもんね。軽々しくお話しできないことは理解しました。いや、酔っ払ってたら軽々しくしてたんだけどね。でもダメだなと思って。そうするとつまんなくなっちゃうね。もう真面目な話、うんうん、になっちゃうんですよ、うん。被害者の方がいるけど、うん、まあ言わない、それ以上、ね。うん、こうやってね、だらだら喋ってるだけでもう2000人以上の人が見てくれてて、ありがたい話ですよ。本当はね、もっと喋りたいことあるんだけどさ、そういうの、G とか J とかさ、もうさ、喋れないんだよ、立場的に。わかるでしょ？だって酔ってないんだもん。酔って、まあ、酔ってたって本当はダメなんだけど。まあまあね、明日からね、バリ島に行くということで、義務で。松浦雅人やってるわけですが、じゃないけどさ、うん、やったらやったで喜んでくれる人がいるかなということでやってるわけですけど、やっぱりもっと詰められないと出てこないね、質問とかさ。ああ、G とか J でもいいんだけどさ、ね、でもほら、いやもう G とか J とかはほらもうあれ何ちゅうやったっけ、そういうの J は話しづらいよね、うん、まあ、G はねなんかもうさ、うん、G について当たりさ、別に問題ないこと言えば、うん、あれで国際手配してる人捕まって捕まえられるんならば、はいはい、もっと悪いことして被害者もいてね、人をなんかさ、はいはい、身内をなんか殺されちゃったとかさ、それで逃げてる人も逮捕してほしくない、うん、あれってけどなんであそこまでメンツだよメンツ、まあ、言わないだってあんだけ言って何もなかったら日本の警察どうなってんのかって思われたくないんでしょ。それにさ、うん、言っちゃいけないっていうか、まあ、別に警察を怒らせちゃいけないのっていけないんだよって話だよね。俺もガーシーに前が言ってたじゃん、国家権力的に回すと大変だよっていうことがそのまま起きただけでしょ、うん、彼も的をついていたこともあるけど、いい気になっていた時期もあるわけだよ、うん、それはやっちゃダメだろっていうことも言っちゃってたりしてるんだよ、うん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 、それはその相手からしてみたらふざけんじゃないよ、絶対許せないってなるよね、うん、それはしょうがないと思うんだよね。だから両方あるよね。ちょっとやっぱり
調子こいてた時期はあったのかもしれないですね。いや、その調子こいてたかどうか、まあ、時期っていうか、そこでさ、そやっぱ言っちゃいけない人とかやっちゃいけない人のことをちょこっとやっちゃったり、やっちゃったね。すると、もうそれは大変ですよ。それは三木谷のことじゃないよ。うん、三木谷さん訴えてないんでしょ。うん、なんかね、なんか詰められないと、うん、さっきみたいにベラベラ喋り出せないわけですよ、やっぱり。うん、そうそうそうね。詰められないっていうか。さっき結構まあまあベラベラ喋ってましたね。自分が今考えてることに被さるような話にならないとさ、もうさ、G がどうだ、J がどうだったっていいけどさ、それ言ったってさ、別にみんなが聞きたいのはわかるけどさ、俺もそんなに知らないんだよ。うん、さっき言ったように、もうやっぱりもう繰り返しになるかも言わんけど、うん、まあ、やっていいことと悪いことっていうのはだんだん、さっき俺がいろんな人に怒られる怒られないの話もあったけどさ、わかんなくなってくるの。え、何が？ガーシーもあそこまで行っちゃった時って誰も注意したって聞かんでしょって。はいはいはい。そして行っちゃったんだよ、あるとこまで。うんうん、言わなきゃいいことも含めてね。うんうんうん、そしたら結果こうなるよね。あれやっぱ周りにそそのかされた部分もあるの？いや、そそのかされてたかどうか知らないけど、うん、そこまではわからない。そそのかされたっていうか、調子、空気吹き込んだやつもいるだろうし、吹き込んだと思ってなくてもね、その人は。うん、で、それによってガーシーも言わんきゃいいことも言っちゃっただろうし、それが後となっては、たった一つのことでもそうなることもあるわけだよ。なるほどな。だってさ、ネットで殺すって書いたら、もう捕まるの速攻でダメなんだよ。うん、死んじゃいがギリギリ。死んじゃいはさ、殺すっていうのと死んじゃいは違うじゃん。全然違うでしょ。死んじゃい死んじゃい死んじゃいって100回言うとやっぱりダメになったりするわけ。うんうんうん、その辺のさじ加減っていうのはやっぱり、どっかで吐き違えちゃいけない、絶対に。それを、俺の仕事もそうだって、でも全部俺もそう。だから、自分で判断しているわけだよ。うん、でも、ついてるついてないもあるけ。やべえ、よかった、セーフだった、みたいな。うん、アウトってなったらアウトなんだよ。うん、そういうことは。はい、でもさ、俺ついてるから。いや、ちょっと言わせてほしいんだよ。まあまあアウトっぽいことやってるのにアウトにならないよね。それはさ、アウトだよ。確実にアウトなこともいっぱいあったけど、まあ、それまでの周りに対しての、こういう人だとか、俺今だってさ、例えば結婚してたとして、だから不倫したら不倫って言われるかもしんないけど、うん、誰よりも不倫してそうに見えるでしょ、きっと。だからさ、あの人ネタにしてもしょうがねえやってなるじゃん。なるね、やってそうって思われたら結構お得なわけで、うん、もうやってなさそうって人がやるからあんだけ言われるんでしょ。うん、それはね、何十年もかけて俺は世の中的にそういうことに洗脳っていうか、こういう人間だよって、もう表に出なかったけど言ってきたらものすごく誤解されてて、俺は全然自分は別にそんなに思ってないのに YouTube 出て普通に喋ってたらこんなにみんなにいろいろ褒められるっていうか、ファンですなんて言われちゃったら、ごめん、俺昔から1ミリも変わってないんだけどっていうのが俺の心境だけど。逆にどう思ってたのってこと？え、ひどいんでしょうね。だって、まあね。なんか週刊誌に書きたい放題書かれたってこっちはこうやって返す術もないんだから、だってそれまたなんかで言い返すとうちのタレントとかやられたりすることになるんだって、俺は黙ってるしかないじゃん。っていうのにいい気になって今やってきたよ。やってこられてたし、俺も結構ハメ外してたからやられてもしょうがなかったと思うよ。うん、でも今なんでこんなこと言われてるか、何もしてないからさ。めちゃくちゃいつでも来いよ。昔の話したらだって知らないよって話になるよ。今はね、だ昔やっぱりさ、なんかやんちゃで遊んでた頃ってやっぱさ、こういうことは言われたくないってこともあるわけじゃん。そういうのがある時ってやっぱりさ、人間にやっぱちょっといまいち強くないよね。強く出れないよね。何にもなかったら、今いつでもいらっしゃい、何もないよ。今めちゃくちゃ強気ってことね。強気です。だって何にもねえもん。何も悪いことしてないもん。楽しいじゃん。次行きましょう、これ。ラピス。